どうもアガポニです。今回はイノムーからマンムーへの進化方法についてです。それでは早速いきましょう。まずイノムーの出現場所はマップで言うとこんな感じになってます。なのでこの辺りで捕獲することができるポケモンにはなるんですが、一応進化前のウリムー、このウリムーを捕獲してレベルを33以上、あるいはすでに33以上だった場合はもう1レベル上げることでイノムーに進化させることができるので、この方法でも手に入れることができますね。でイノムーが用意できたら上位個体のマンムーに進化させることができるんですが、単純なレベルアップではできないです。進化条件は岩技の原始の力を覚えた状態でレベルアップといったものになってます。原始の力自体は基本技として覚えている技なので、もし忘れている場合はメニュー項目から思い出させた状態でレベルアップさせる必要があります。で条件を満たした状態でバトルでも雨でもいいのでレベルアップさせるとこんな感じで進化します。マンムーはフィールド探索では出てこないポケモンなので、この条件を満たして進化させる必要があるといった感じになってますね。一応レイドバトルでは出てくるんですが、狙っては出せないので図鑑登録が目的の場合は手っ取り早く進化条件を満たして進化させてしまうのがいいかと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。